再演ドラマ「スッキリ解決」。今日のテーマは「粗食に気をつけて」。お父さん、お昼何にしましょうか。はあ、何でもええよ。そしたら昨日の晩の残りのお魚があるから、そのお魚とご飯にしておきましょうか。それでええよ。はい。ただいま。こんにちは。あ、すいません。お父さんとお母さん、お昼ご飯中ですね。ええのよ、もうすぐ終わるからね。はいはい、そこ座りなさい。っていうか、お父ちゃん、お昼ご飯ってそれだけか？それはそうやん。もうわしら年やだからな。これからはそない餃子食べられへんやん。な、ちょうど昨日の残りの魚があったから、これとご飯と十分やん。お母さん、お野菜は？もう作んのめんどくさいしな。お父さんと二人やろ。もう作ってもね、余るからな。けどお魚とご飯だけって。いやいや、ええのええの。もう私ら年寄りやからね、もうそんなにね食べんでもええねん。ああ、そう。粗食は美徳言うてな。スッキリ解決。今、高齢者の粗食・低栄養が問題になっています。以前ほど食欲がないからといって食事そのものの量が少ない、一度に作る料理を食べきれないので同じものを何度も食べる、いろいろなお料理を作るのが面倒で品数が少なくなる、若者でもないしと肉類を食べる量や回数が減ってしまうなど、このように高齢期では特にタンパク質やビタミンといった栄養素が不足し、栄養不足の状態が続くと低栄養につながります。低栄養になると骨がもろくなったり筋肉が減って弱くなる症状が出ます。お父ちゃんやお母ちゃんの世代の人って粗食が美徳っていう思いがあるやろけど、な、もう2人の年代になったら食事はしっかりせなあかんねんで。例えば朝は菓子パンとコーヒー、お昼はうどんで、夜は魚の塩焼きと味噌汁とご飯ね。こうやって見たら栄養が偏ってんのようわかるやろ。ほんまやな。炭水化物が多いな。低栄養の予防には1日3回の食事からバランスよくとることが大切です。料理は大きく分けると主食、主菜、副菜の3つになります。主食、炭水化物を多く含むご飯や麺類など。主菜はメインとなるおかずでタンパク質を多く含む肉や魚、卵、大豆製品など。そして副菜はビタミン、ミネラルを多く含む野菜、きのこ、海藻などです。この3つを毎食揃えるとバランスよくとることができます。けどな、主食、主菜、副菜を1回の食事の中で揃えるのはそらまあ大変やわ。1食の中で難しかったら1日の食事の中でトータルに考えてもいいし、それも難しかったら1週間の中で考えてもいいんですよ、お母さん。特に高齢になるとあまり食べなくなるお肉類が大事やねんで。お肉に含まれるタンパク質は筋肉になったり血になったりするねんで。けど肉は硬いさかいな、わしら噛まれへんねん。そしたら方法がありますわ。お肉を食べるときは薄切りの肉を選んだりミンチ肉にしたり、塊のお肉も細く切ってから調理したり、形状によっては十分にお肉は食べられるんですよ。そうか。けどな、お母ちゃんら一回にたくさん食べられへんし、もうすぐにお腹がないっぱいになるねん。それやったら食事を3回以上に分けてもええねんて。例えば、午前と午後におやつの時間を作って牛乳とか果物を取ったり、基本的には1日3回しっかり食事をとることが大事やけど、足りない栄養っていうのはそうやって補うっていうことも大事なんやね。それとお父さん、楽しく食事をすることも大事なんですって。よし、分かった。ということであれば、時々4人で一緒にご飯食べよう。いいですね。ほんなら私がお父さんお母さんのために腕を振るいますわ。 ありがとうよしこさん。